息が切れるほど走るなんて、いつぶりだったかわからなかった。疲れて、絶対今変な格好になってるのに。でも、それでも会ったら何を話そう。アイリが会いたがってたこと、それとも K から聞いた面白い話、あとは夏休みに入って普段どんなことをしているのかなんて。目が合ったその時から、惑う心とモノクロに見えた景色は反転した。色づいた景色の中で、そっとあいつの声が私の胸の緊張を溶かした。次回、夢見る男子は現実主義者第11話。汗の匂いがする。いっぱい働いたんだ。